はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今日はね、おじいはおこですね。ずらずら教団ね、狂った団ね、教団の教祖がパッとぜバカにしてたね。本当GT7 に対応したハンドルを買わないパッド勢、かわいそうっつって、バカにしてたね、ほんと。おぉ、チンピラ競争。喧嘩売ってんのか、おい。はい、そんなわけでね、おちかちゃん、ぴょぴょー、ね。これ、おいしいなんかね。いやー、ほんとね、ハンドル買わないやつはかわいそうね。ちゃんと走れねえみたいな。いやー、そんな発言していいのかよって思うんだけどね。ムカつくね、ほんとね、で、正直その SIM ではなくてカジュアルゲームなんで、ほんとにだからさ、パッドの方がさ、しっくりくるんだよ。感情投入ってのは大事だよ。形から入るっていうのは大事。レーシングスーツ着るもよし、ね、ヘルメットかぶるもよし。手袋するもよし、ね。おじいはそれを、笑ったことはないよ。そこまで好きでやってんだからね。びっくりしたことあっても、笑ったことはない。でも、かわいそうなんて言ったこともない。ほんとね、いい加減にしろよ、ほんと。右曲がってからいいよ、この野郎。ね。右曲がれねえくせによ。おじいの華麗な、ね。パッドさばきで、ね、スルスルスルって走ってるでしょう。本当に。たかだかズランツーで、ハンドル買って言ってるやつの気が知れない。本当ね。かわいそう。ペテン師にそそのかされて、してね。いや、おじはそう思ってるよ。でも口に出して言わないじゃん。パッド勢をバカにするやり方、だからモジャに知られるんだ。メニューブックが追加ってなんだっけ、なんか進行してた。ああ、このくだらないやつね。これ何よ、これ販売中って何を書いてこと。ああ、でこれを集めたところでさ、クズしか手に入らないルーレットしかくれないんだろう。あのやってもなあ。あ、車くれるんだったらまだしもね。でもこれ在庫なしなんだろう。でこの Z が
U 字のカーで2つあるけど、どうして高いんだろうこれが。で、いいですよ。これなんでこの丸1が消えないの？下まで見ろってことかな。あの丸1が消えないってな、何これ。え、なんで、あ、これこれを見ろってことか。アバルトが違う、あ、そういうことね。え、違うじゃん。なんで1が消えないの？で、あとはなんだっけな、ハイビームを追加しないといけないっていうのと、あと、コースを見てるってね、コメントできてたけど、だって、あんな、こんな、自分中心にこうならないマップ見たって、わかんねえじゃん、あんなの。あんな右上に、見えないとこにあって。なんか剣持ってたっけ？スポーツカーマスターズ、これなんだろう。各レースで3位以上。あ、なんか中断した。お、ちょっと待って、ちょっと待って、 なんか中断した。何？おい、ふざけるなよ。なんか、中断、おい。ふざけるなよ。何中断したんだよ。バカ野郎だなぁ、ほんと。なんか中断しやがった。パサパサして美味しくないし、パゴジュー。一日新鮮じゃないよ。これ何？赤い丸がついてる。赤い丸って何？ん？あ、これを見ろってこと？一応見ないと消えないってこと？これ？で、見ると消える。ああ、なるほどね。なるほどね。で、これもこうやって見て、これを見ると消えるってことね。これがアップデートで追加されたマシンってことか。ここは何？あ、これ、これ？これ見たじゃんだって。あ、これを見てないってことね。めんどくせえゲームだなおい、ほんと。で、イベントなんだよ。とにかくバッドゼー、バカにしやがったからな、ほんと。ねえ、何がいけないんだ、バッドローンは。何がどういけないんだよ、競争。おい、右曲がりの競争、何がかわいそうなんだよ。正直ね、ハンドルの中でやってる人かわいそうだなと思うんだけどさ、バットで事足りるのにさ、いちいち安物のしょうもないハンドルを高いの買ってやってるわけだろう。笑っちゃうよ。
いいよ、そりゃ、騙す側の案件やってる方は、いいよ、別に。いいよ、いいよ、これいいよで、買わせりゃいいんだから。ほんと、安物のしょうもない、高いだけのもの買わされた、身にもなってみろよ。なんだよ。ろくな車ねえじゃん。え？ちょっと待って、条件何？580pp か580までで PP ってどこにあるの？ああ上か。ちょっとわかんない。なるべく PP 順、これこんなんで勝てんの？車は今レーシングショット入ってるの。逃げ曲がり。見やろう。ざけんなよ。そんなブレーキングポイントも、あのアクセル抜くもないもん、関係ねえよ。あのスーパーファミコン時代ぐらいのレースゲームの操作と同じだよ、これ。Windows95 とか98時代のあの頃の上から見下ろすレースゲームと同じ感じなんだよ。うなずいてる人いると思うよ、多分。一言で簡単に言うと。ほぼ潰しだろこれ。
右下ってこれか、右下にあったマップこれか、右下見てるって初めて気がついた。右下に地図があるじゃないか、知らなかった。本当だ、マップに一緒にだった。ぶつけんなよ。本当だ、あれだけだと思ったらそこにもあるじゃん。全然知らなかった。すげえな。本当だ、あれもうちょっとこっちにあるといいんだけどな。これは今あのシャスがふわふわしちゃってるけど、でも運転しやすいぞこれ。ハンドル上の皆さんかわいそうって感じぐらいパッドル普通に走れるし、最高だぜ。ああ、ギア落としたらダメなんだ。足をちゃんと刺すしっかりしないとダメってことだな。なんかパッドで文句ある？
邪魔しやがって。ハンドルでやるよりこっちの方がリアルですよね。どっちが現実か分かんなくなっちゃうよ、本当に。曲がり、なんか文句あるのかよ。これのどこがかわいそうなんだよ、右曲がり。ドリフトしてから言えよ、右曲がり。へっへっ、ポンコツ右曲がり。そういや、なんかポンコツ競争デイリー走ってたな。あれどこにあるんだ、デイリーって。デイリーのなんだか走ってたな。それポンコツ競争はまともにゲームやってねえだろうか。進行度どこまで行ってんだよ。それかあれか、部下にやらしてんのか。ちょっと進めとけっつって。デイリーってなんだ、なんかデイリーやってたよな。どっから行くとデイリーってあるの。ちょっと待ってよ、マップに戻って。なんかデイリー走ってたな。ああ、1位の人はぶつけてくる人ね。どこにあんだデイリーレースって。ないね。ちょっと3ってなってるから。はい、ゴミ。どうして車くれねえんだろう。あれ、それなんでずれるんだよ。一個前のやつだよ。いらねえよ。なんでよ、これ。いらねえよ。やだ、データ改ざんしてるから。え、スーパーフォーミュラが加算した？コレクションルノワン、へぇ。車くれたら神、車くれたら神。ほら、クズだ。ほらな。もう分かってんだよ、もう。ほんと、クズゲーって言うんだよ。もう、だって分かってるもんだって、もう、ルーレット回しないから。100万で何買えるんだよ。車ねえじゃん。ゴミしかねえじゃん。いらねえよ。
なんだよこれ。つまらん。どうぞこのまま、どうぞこのまま、どうぞ。何？おい、デイリーってどこにあるんだよ。デイリーゲームやらせろよ。教祖がやってたデイリーってどこにあるんだよ。ここら辺かな。これか。これでもウィークリーって書いてあるな。デイリーって書いてねえけど。デイリーってどこにあるの？教えて誰か。イベントを探す。違うな。これはデイリーではない。だってこれウィークリーって書いてあるもん。これデイリーじゃないもん。これは何？指定されてもらうと報酬、お金でしょ？別に物、あの車くれるわけじゃないんでしょ？ 3 以上。これワールドラリー、ラリーか。これはランボルギーニ、ランボルギーニガイド、いや、これ買わなきゃな。配信限定イベントって何？あ、これ？これをやってた？違うか。デイリーだもんね。これこの間やって、あれかな？断念したやつかな？ 3 位以上ってやつ。違う？そうだよね。だからここら辺からなんか、なんか、デイリーってないよね。デイリーって言うから日替わりってことでしょ？教祖どこ走ってたんだ、デイリーって。こういうとこかな？違うね。デイリーってなんだよ。ちょっと待ってよ。マップに戻んねえとわかんねえな。見落としてんのかな。ミッションセブン。あ、ライセンスっておじいどうなってる？おじいライセンス持ってんの？ん？スーパーライセンス？おじい持ってんの？あ、一応なんかやってるな。あ、やってるな。嘘、本当？文句言いながらやってた？あ、やってるね。あ、そうか。これやらないと先進まないからやってたんかな。で、スーパーライセンスはやってないんだね。スーパーライセンスやってみる、ちょっと。そうなんだ。じゃあ、あのイベント進行していくとライセンスがありませんって言われるんだね。持ってないと。このレースに参加するにはスーパーライセンスが必要です。そうでしょう。タイムアタック？うん。
まあ、上がんねえじゃんよ。次に、これ次これ今のじゃないの？これ違う？めんどくせえな、これ次っていけないのこれ。長えな、やむかめよ。ほっぺた蚊に刺されたよ。畜生、後で退治してやるわ。
ダメじゃん。あー、閉める。蚊に刺された、閉める。スーパーライセンス取らないたって別に今困ってねえからな。まあいいよ。おじいは右に曲がれるからこんなものいらないね。ズランツは右に曲がれるか曲がれないかだよ。とにかくもうこのライセンスはいらないよ本当。デイリー結局デイリーはここら辺か違うよな。デイリーってどこにあるんだよ。違うか。スポーツ、あ、これなんかスポーツって言ってたな。スポーツのこれか。これがデイリーか。スポーツがやっと見つけたぜ。なんかスポーツって言ってた、そういえば。うん。スポーツの挙動がつって。なんでよ、スポーツって。おう。なんだよ。What is sportsmanship?あった、デイリーあった、これか。でこれが何、9分とかレース B が0とか何、9分経たないとできないってこと。これはオンラインってこと、これもしかして、あのオンラインっていうかあれなの、人間とやるってこと、これデイリーって。それで1位の人はぶつけてくる人ねって言ってたの、そういうことかな。トライアルマウンテン、え、ずいぶん未来じゃん。すぐできないんだ。これは何？
ターゲットタイム達成方式で、ほう、本当？なんでこんなやんないの？これ、なんかくれんだね。ほう？ほう。ほう。タイムアタック？もう紅しょうがこぼしてえらいことになってる。ほんと今日その正義がこんなことになるよ。一周回ったんじゃないの、もう。ちょっと待って、これ何周勝負なの、これ。今、同じとこ走ってない、これ。もうゴールだと思って、切り抜いちゃったんだけど。どういうこと？タイムアタックだから、一周目は、加速がないからダメってこと？でもローリングスタートじゃん。
タイム何秒だよ、ちょっと目標タイム何秒、これこれさ汚いよね、タイムアタックでしょ、目標タイムが何秒なのか隠してるって、これクリアタイム何秒だよ、これ汚いよな、やり方が永遠に教えないってことだろ、どういうこと、このトップ10に入らないとダメってこと、1分8秒か、こりゃ無理だ、8秒は無理だよ、もう分かる、やらなくても分かる、8秒は無理、これは何、これは何、ないんかい、まあどうせこれも無理なんだろうな、まあ、あれだけこうだな、あ、ディーリー、これ20分だ、これに参加したらいいの、ガレージから選ぶ、え、何何、ちょっと待って、え、この車しかないの、おい、ちょ、これ何、プレイステーションプラスしねえよ、残金300円、はい、なんなんだよ、これ。ウイルスかよ。このやり方が嫌いなんだよ。ニュースだけど、待ってた意味ない。バカ野郎。ほんと、成金野郎は、いっぱい儲かってっからいいかも。こんなもんやるかよ、バカ野郎。ふざけじゃねえよ。やってらんねえよ、ほんと。ふざけんなよ。バカだろ。やっと分かったよ、詐欺師の目的が。で、ここでみんな課金させるってことだな。これはなんだよ、マルチプレイだって。だ、お金払いだろ。いらねえよ。その手に乗るか、はい、ゴミ、はい、ゴミ、ほらゴミだ、ゴミ、あー、それしたまんな、こんなもんやってるよりオリンピックやってた方がいいだろう、
おじいはさっき何で、ああ、何で参加するかか。ジェットはふわふわしてて、さすがふわふわする。でも PP が上じゃないとダメなんでしょ。ミニクーパーで行けねえかな。嘘のような本当の寂しい、悲しいぐらい本当の寂しい。
イパーは勝手に動くみたい。まあハイビームはないくせに。なあこれよいしょ、いつの間にこれ動いちゃったの、これなんで動いたの。全然お話にならないな。疲れた。勝てね。ああ、疲れた。一応100千万、10万、100万、6千万か。ああ、これやったの、フェラーリ買っちゃった時の、そこに戻ったってことか。1億2、3000万あったのにね。
PP がないと勝てないってことか。だから別にハンドルじゃないったっていいだろう。楽しく走れるけどね、まあ、楽しくはないけど、ズランツは楽しくはないけど、苦痛じゃないよ、パッドで。かわいそうなんて言われる筋合いねえけど、ほんと。ざけんなよ。これなんだよ。PP 制限なしだって。レーシングの GR 制限。あー、で、これはダメ。じゃ、これ。ほうほう。よし。はいよ。
全然だ、なんだよこれ。これどういうことこれ、なんか詐欺になってるみたいなんだけど。すまない、あー人生の無駄遣いだな本当。なんか楽しいのないのかよ一個ぐらいよ。さあオリンピック見るよもうすまんねえよもう、もうやるとこねえよもう。はい終わり。とりあえずあのパッドでちゃんと走れるよってことでよね、基礎競争。はい終わり。